皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。久しぶりのツッコミクッキングです。今日はまあ昨日のライブ配信で言ってたんですけど、今日はスペアリブ作りたいと思います。これは普通のスーパーで売ってなくて、ニックの花正というスーパーに行って買ってきました。普通の日本のスーパーちょっと肉の量が少ないんですよね。なんか 100g とか 150g とかで売ってるのでいつもね、肉がもうちょっと業務スープとかもうちょっと大量に売ってるとこに行っていつも買ってます。で、今日必要なものはオーブン。数ヶ月前に大きめのオーブン買ったんだけど、まあ電子レンジでもあるけど、なんかちゃんとしたオーブンとしても使えるから、で広めを買って、これぐらいのオーブントレイがパタッと入る。なんで多分スペアリブもここな並べてオーブンに入れることができる。そして必要な材料はですね、もちろんスペアリブ。私今日使うのは豚のバックリブ、骨付き、ま骨ついてないとね、スペアリブじゃないんで、ね、748g の肉、そしてオリーブオイル、そしてこれは黒砂糖、あと蜂蜜適当に買った、あとバター、スペアリブバーベキューソース、まあ適当にバーベキューソースなんでもいいし、多分日本人の皆さん家でガッチリ燻製できないと思うんだから、バーベキューソース買うときになんかスモーキー味、ちょっと煙の味ついたやつの方が美味しいかもしれないですね。そして最後にこれ Amazon で買ったうまみラブという、一番最初にそういうスペアリブに大量につけるやつで、これはなんか海外でなんかアメリカのスペアリブの動画ちょっと見てて、みんな必ずこういう謎の粉つけてた最初。そしてなんかどんなお店でもなんかバーベキューラブを売ってるんだ。1600円とかで結構大量につけて、多分今日でもさ、この半分ぐらい減ると思うんで高いですねしかもなんかアメリカで作ったスペアリブさ、まあ私が見た動画の中で結構これプラス他の粉いくつもあって、もうなんか粉だけでもう これぐらいの分厚くなって全部塗ってるから、なんかすごいなんか味濃そうなんだけど、まあ今日はこれだけでやっていきます。で、一応これやっぱり買うのは高いという人がいれば、なんか後ろの材料見れば、なんかガーリック粉とかクミン粉とかオレガノ粉とか適当、そういう粉たくさんね家にあるものでなんとか全部混ぜてなんとかなるかもしれないですね。さて出してみましょう。家で冷凍してある場合はゆっくり解凍した方がいいよ。これは2日間冷蔵庫に入れてゆっくり解凍した。で、ほぼそうだね、いい感じに解凍してきてるね。で、私も作るのは初めてなんだけど、一応この骨のとこ指を沿ってちょっと残ってる血を出した方が美味しいらしい。なんかアメリカのバーベキュー動画ではさ、みんなグローブしてるんだけど、俺はグローブ用意してないね。こっちちょっと薄いですね、これ肉が少ないよね。まあこんな感じでいいと思います。で、一応ちょっと見えると思うんだけど、ここ肉が薄くなって、ちょっとなんかちぎれてる部分もあるから、それ切っておこうと思います。もうちょっとだけ綺麗にしたいね。まあこんな感じですね。で、これでオリーブオイルちょっとだけつける。油、まあなんか海外ではなんかブドウの油とか、なんか聞いたことない油使ってたけど、なんかブドウで油作れるんだねって初めて知ったんですけどまあ油は何でもいいんじゃない。俺は今日オリーブオイルでやってみる。で、こうやって全面につけて、その油というのはただこの粉がくっつくためだけなんで、
まあ、何でもいいというわけじゃないけど、まあ、好みそれぞれの好みでやってください。もうこんな、そうめっちゃ大量につける。こうやって辛いかな、これ やりすぎじゃないと思うぐらいつけますよ、これは。あ、グローブ欲しいな、これ。グローブ用意してください。これ返して、上にもつけます。で、横もぜ、まあできるだけ全面粉に浴びさせる。で、このままオーブンにまで入れない。このままで15分や20分置いとく。で、今日はちょっと暑くて日差しも強いから、あのね、暑い日になんか20分も肉外に置いとくことにちょっと抵抗があって、一応上にちょっとホイルをあのかけて15分ぐらいにしときます。さて皆さん、15分ほど経ちました。で、触った感じでまだ全然肉がちょっと冷たいんで、多分全あと10分とか待っても大丈夫だと思います。そこまでそんなに温まってない。でもこの10この15分20分待つっていうのは、あのそのこのうまみラブも染み込むのためでもある。それで今からこれオーブンで焼くんですけど、これ結構2時間ほど焼くんですよ。長い、あのなんか柔らかくなるまで結構長時間焼かなくちゃいけない。2時間焼いて1回出して、あの他の調味料つけてまた1時間入れて、だからそんな繰り返しで作るんだけど、最初の2時間は、アメリカでやってるとこは、まあアメリカでやってるとなんか燻製もできる外のでかいあのバーベキュー機みたいなやつでやってるけど、それはあのファーレンハイトで280度、280度あのファーレンハイトだから、それセルシアスにするとあの177度、結構低いんですよ。私が慣れてるのは180度以上で、あのオーブンを使うのは慣れてるから、ちょっとそれで大丈夫かなって違和感あるんですけど、まあ今日は100できれば135か、まあ、140度あので、2時間オーブンに入れときます。で、まだちょっと冷たいから、あ、でもだいぶ温まってきてる。中、まあ中の方はまだ冷たいと思うから、オーブンはあの予熱はしないまま、あのこのまま入れて、それからオーブンがゆっくり温まっていくようで、ようにやりましょう。皆さん、2時間が経ちました。だいぶ日が暮れたようですね。2時間オーブンに入れとったんで、最初の1年間ないですね。そこまでね、スペアリブのために待ってないんですね。最初の1時間は140で、焦げたらもう終わりやなと思って、2時間目は130にしました。で、とりあえず1回出してみます。おー、なるほど。なるほど。こんな感じになりましたね。もうちょっと熱かったら焦げたかもしれないぐらいのレベルですね。あのホイルに包んであと1時間またまあ130ぐらいの温度で、あの料理します。ホイルを出して、で、ホイルにバター、なんかYouTube で見たやつ、めっちゃ大量にバターつけてた。もうバターでお風呂を浴びてるぐらいですよ、スペアリブが。
で、ここは多分測ってなくて、もう好きなだけバターつけてって感じですね。それで次は黒砂糖、何の色、これ本当に黒いのが結構白いよねこれ。まあまあまあ、まあ、これ開けて、これも適当、これぐらい、こんな感じでやってたね、アメリカ人が。まあ言うまでもないんだけど、これで甘くなります。そしてスペアリブを、今度は肉の部分を下にこうやって乗せる。これで包む。で、YouTube で見た動画で、最初の2時間終わったら1回結構冷えるまで待つ人もいた。でもなんか それだともうなんか何時間もかかっちゃうから、このまままだ熱いままホイルに包んでまたオーブンに戻します。またバター、結構これでまた1時間焼くと骨がちょっと出てくる。もうちょっとなんかもう肉が本当に落ちるぐらいになって、すごく食べやすくなる。もう取ったら骨が そのままなんか取れる、骨だけ取っちゃうぐらい柔らかくなるらしい。ここ包んで、あ、はちみつ、皆さん忘れてた、はちみつも入れましょう。ここではちみつ入れてたんだね、忘れるとこだった。ここではちみつ、よいしょ。また1時間130か140で、俺余熱してないから140で1時間入れてみます。皆さん1時間経ちました、出してみましょう。ちょっと心配なんですよね。よっしゃ、来たよ。どんなものですかね。おお、なるほど、そうだね、ちょっと骨が出てくるんだよね、こことか。多分だいぶ食べやすくなったと思います。で、これで最後にこれをだ、お、取れそう、取れそう、骨が取れそう。で、これに最後にこのバーベキューソース塗ってみて、残り15分ぐらいまたオーブンに入れてもう完成です。そして YouTube で見た動画では、なんかこの上でまたこのうまみラブをかけたりとか、他の粉とか味付けするんだけど、今日は最後にバーベキューソースだけつけてみます。で、本当はなんか料理用の本当は料理用のブラシとかあるんだけど、こうやって塗るやつ、でもそれはないからこれ使ってる、これを使ってます。まあ、バーベキューソースかけて、多分なんですけど、これで
あと15分オーブンに入れたらテカテカになります。でオーブントレイにこれを入れてちょっと浮かすように焼きます。お、なんか持ったらなんか破れそう。もう多分肉がすごく柔らかくなってる。じゃあこのままあと15分入れてみます。で15分で多分まあ150、もうちょっと温度上げて入れましょう。で最後は先に余熱しといてから入れます。そういう特別な理由がなくて、まあ、そんな風にやってみてるだけなんで、私も初めてなんで。いやー、うまく作れるかな。さっきちょっとだけ味見してたんだけど、辛いよ、これは。これは辛い。それでは皆さん、15分経ちまして、開けてみよう。ちょっと心配になってきた。あ、でもいい感じじゃない？色はちょっと暗いけど、そういうテカテカ。テカテカしてる。こんな感じですよ。で、YouTuber 見た動画の中では結構味付けが多くて、多分俺が今日味付けたのを2、3倍ぐらい。もうほぼ味付け。スペアリブはど、ね。まあほぼ味付けでしたという話です。よいしょ。それじゃあこれをここに移して切ってみたいと思います。そして食べてみたいと思ってます。で、切るときみんな結構2本ずつで切っちゃう、こうやって。おおおおね、ちゃんと感想が言えるほどの日本語がないから、これからおーっていきますね。おーおーおー、美味しそう、美味しそう。結構取れる、肉結構こうやって取れる。やっぱりゆっくり時間、何時間オーブンに入れてると骨がすごく取りやすくなる。それではちょっとだけ味見したいと思います。このままかじってみたいと思います。うんうん、うまい。あ、ちょっと辛い。あ、でも甘い。うん、さっきちょっとなんかソース味見した時にめっちゃ辛いじゃんと思って心配だったんだけど、全然甘さが勝ってる。ちょっとだけ辛さ感じるんだけど、ほぼ甘いって感じで、すごくもう骨が多分このまま引っ張ったら骨が取れちゃう。こうやって。あ、でもうまい。うん、うん、うまい。まだ熱いけど、うん、うまい。おすすめします。で、これは結構スペアリブはさ、で、出来たての熱々じゃなくても全然美味しく食べられるから、多分全然このまま作って友達の家とかに持っていくのも全然ありだと思います。ちょっと冷えてても温めれば全然美味しい。うまいよ。うん、このまま全然美味しいけど、味付け全然2倍でもいける。これまあ薄めっていうほどじゃないけど、今までつけた味2倍あっても多分食べられる。そう、綺麗に骨。うん、うん、うまい。うん、おいしいです。皆さんぜひ作ってみてください。これは全部東京、日本にある食材で作れるんで、挑戦してください。これネットで1500円ぐらいでちょっと高かったけど、まあ似たようなスパイス集めれば
同じようなもの作れるかもしれないし、あとバーベキューソースはどこでも売ってる。あと燻製の味のバーベキューソースもいいかもしれないです。皆さんめっちゃうまい。これ多分お店でこれだけ、お店でこれだけで多分4000円取られると思うよスペアリブ高いよ。まあスーパーで肉だけ買うのも高いけど、おすすめします。作ってみてください。大成功です、大成功です。じゃあ皆さんまた今度、次のツッコミクッキングいつやるか分かんないけど、まあまあまあ今日この動画見てくれてありがとうございます。またね。